ャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、前回に続きまして、はい、今日はセリーグ編ということで、はい、セリーグの1ヶ月を見ていきたいと思いますけど、はい、まあ、順位はね、こちらです。はい、1位巨人、2位ヤクルト、3位阪神、4位 DeNA、 5位広島、6位中日というところで、はい、まあ、あのジャイアンツがね、先週6連勝で、はい、あの一気にゲーム差を2位に3ゲーム広げて、うん、最下位中日までは 7.5 ゲーム差。おい、ちょっとちょっと離れすぎてるよっていうねこれちょっと全体的にジャイアンツ独走させちゃうよっていう、うん、ちょっと結構抜けましたね、これはもう抜けた、うん、一気に。だって3ゲームって普通で言ったら1ヶ月かかるっていうじゃないですか、うん、そういうのに。いやすごいですね。だってパリーグの3ゲームで言えば1位から4位までだからね、うん、そうですね、うん、これはちょっとやばいよ皆さん、一気に行くかもしれないですよ、うん、まあでもジャイアンツ、はい、まあ、ここに来てですね、まあ、山口奈々とかね、はい、なんとかっていうところで、まあ、サンチェス、戸郷っていうね、うん、新生が、うん、でね、あの中継ぎ以降のね、デラロサが怪我しなくなったところで、はい、中川とか、うん、まあ、ちょっとバタバタしながら沢村とか、はい、そういったところがね、まあ、原監督采配で、はい、なんとかっていうところですけど、坂本選手がね、ちょっとなんか脇腹とかどっかがね、ちょっと思わしくないけども、うん、まあ、その休みながらね、はい、で行って、まあ、調子は上がってないけど、その中でフォアボールエラーと出塁するとか、うん、ウィーラーが、はい、めっちゃいいスパイスで、ありがとうございます。ね、いい形で、はい、だからウィーラーみたいな選手ってジャイアンツにいないじゃないですか。そうですね、だからいいですよね、このなんかこう起爆剤っていうか、その明るさをね、はい、チームに持っていくっていうところで、なんかウィーラー選手の明るさにつられてパーラー選手もすごい、そうそうそう、仲良くで、なんかチーム全体がなんかもういつも以上に明るいような感じがして、はい、ウィーラー効果で、しかも守備でも打つのも貢献してるし、そう、あの、ああ見えて守備めちゃくちゃ頑張る全力なんですよ、ね、だってウィーラーはそもそも能力なかったから2軍にいたわけじゃなくて、はい、外国人登録問題で日本にいなきゃ仕方なかったっていう存在だから、だからそういったところでもね、あのウィーラーの活躍っていうのは大きいですし、はい、吉川とか、うん、北村とか、うん、増田とか、はい、この若手の頑張り、うん、ベテランの中地とかの、はい、ベテランの頑張り、すべて融合されて、はい、チーム防御率 3.14、 おー、12球団トップです。そうですね、防御率が、ほー、12球団トップですよ。で、まあ、だからまあこんだけ今強さ見せてるんでしょうけど、でチーム打率が2割6分8厘とそんなに高くないのに、ね、得点が129と1、うん、だ、要は効率よく点取ってる、はい、あとホームランが31本、はい、岡本がとにかく打つ、うんうん、っていうところでね、で盗塁数も17とセリーグ2、だからここも足もしっかり使いながらっていう、だから効率よく点取って、だから点はやらないけど効率よく点取ってる、はい、しかもエラーが4つで12球団一番少ない、ほとんどないじゃないですか、ミスしない、すごい、だ、要は効率よく点取る、うん、ミスもしなくて得点やらない、はい、それは1位。いや、それは1位ですねなんかうまく綺麗に今止まってますね、うん、だ、守備も北村ね、坂本もそう、岡本もうまいし、うん、守備はね、はい、本当に、まとまってますよ、ミスも少ないしね、はい、これはすごいな、絶対的にいいですね、独走しちゃうね、はい、いや、でもどっかもなんかこうね、行かないとね、はい、だからやっぱチーム力がね、どんどん上がってきてるんですよ。だって今まで多分25試合で24通りのオーダーしてるんですよ、はい、だからもう常に違うオーダー、うん、じゃ考えて考えて采配して、で不調だったら坂本にもバント、うん、丸にもバント、はい、で1点ウィーラーのバントのサインですし、はい、でその中でワンチャン1点取っていくっていう、その1回のチャンスをものにするっていうね、でもそういう采配がピタッとハマって勝ってる試合とかも結構、そうなんだ、から選手もすごいですね、それにね、この対応するっていうところ、うん、で原監督もね、はい、その MVP 取ったことあるやつだろうが、タイトルホルダーだろうが、外国人選手関係ないよ、勝つためにはまあチーム愛だよ、自己犠牲だよって言って、はい、それチームに浸透してるのもいいですね。そうですね、断トツこの1ヶ月、はい、でもまだ1ヶ月だからね、ただまだ約5分の1終わっただけだから、はい、他のもう見るのやめないで他のセリーグのファンの皆さん、こっからよ、だってまだいいとこいっぱいありますもんね。そうそうそう、で2位がヤクルト、はい、チーム防御率が 4.58 で5位、うん、5位か、チーム打率が2割6分2輪で4位、うん、で盗塁数が19で1位、はい、でホームラン21で5位、うん、でも得点が122、効率いい、だってチーム打率セリーグ最下位で、でまあ本塁打数もセリーグ5位で、うん、まあ盗塁だけが1位、はい、で得点が2位、効率素晴らしい、そうですね、効率にグッチね、ちゃんテキパキとこう効率よく点取って、そうそうそう、そうい
から作戦面も含めて効率よく点を取っていくっていうね、足とかもちゃんと絡めていくってことですね。だからこう誰、まあ、村上がね頑張ったり西浦がね藤川からあのサヨナラホームラン打ったりとか、はい、あの青木がねここぞで出てきて代打でねショートラフマンでタイムリー打ったりとか、もちろん個々のね選手の能力、最近だと山崎幸太郎とか個々の選手の能力、エスコバーも上がってきたみたいなね、個々の選手の能力が高いですけど、誰一人とかじゃなくてチームで勝ってますね、チーム。でなんて言っても、はい、あのチーム防御率はね確かに 4.58 で悪いんですけど、中継ぎの清水、梅野、長谷川、マクガフもうちょっと頑張れ、石山がもう頑張りがいいですよね。中継ぎで勝ってきてる試合もあるんで、中継ぎがぴったり抑えるとやっぱ逆転できたりとか、そうだからそこはね、若干ちょっとね先週疲れが見えてるなっていうところもあるんで、はい、まあ、ここをしっかり調整しながらね、うん、頑張ってもらいたいっていうことを、まあ、石川がね今調整入ってるんですけど、はい、まあ、石川いいピッチングしても勝ちきらしてないんで、こう帰ってきた時にはねしっかり勝ちをつかしてやって乗せていきたい。あとやっぱ小川がね今年はね、まあ、粘り強くいい投球できてるんで、うん、勝ち星もつながってるんで、小川のねピッチングもグーですね。そういった面では、まあ、いろんなねチーム全体で掴んでる、まあ、2位かなっていう。だからそういったところでねこうなんか助け合いながら、だからなんか好不調の面激しいからいい形でいくんじゃないかなと思いますね。はい、やつ阪神チーム防御率が 4.13 で、3位で、チーム打率2割4分8厘で最下位、はい、でチーム得点90で最下位、うん、で本塁打が2位の24で、盗塁が15で3位というところで、まあ得点が90しか取ってないのに3位、うん、ゴッツだって最初ちょっと勢いが心配だったじゃないですか。だって12球団で一番得点少ないよ、うん、はい、でも一気に3位まで来ましたね。うん、やっぱりね、起爆剤の大山使ったから、いやーもうそういうのがピタッとハマって、 MBS を並べてる時はもう一気に落ちていってたけど、はいはい、そこで、まあ、あのマルテが故障したりしながら、まあ、大山を使い出してから、大山使い出してから一気に上がってくるっていう、ね、はい、だからまあ調べてないですけど、大山を使い出してからと使う前と勝率全然違うと思う。なんか一人の選手でそんなに変わるもんなんですね。あとね、ボーアが打ち出してる、あ、そういうところが、そうで、サンズも打ち出してきてるって、はい、でね、糸原が元気、はい、福留が帰ってきても元気、うん、梅野がね、最初平洋だったけど梅野が一人になってから元気っていうね、なんかこの、だから出だしの策がダメだったね、バッチ結果的に、はい、でそれを修正したところで今は一気に上がってきてるんで、はい、でピッチャーもね、西、青柳、うん、でまあ、岩澤もいいピッチングをしてますし、はい、でまあ、藤川球児がね、その最初勝ってる試合打たれたりしたところもありますけど、スワレス後ろにして、はい、岩崎で、まあ、ババとかね、最近、まあ、なんとかねいい形でチームがねちょっと好転しつつある。7月の2週目ぐらいからねいい形になってきたですね、はい、タイガースを、うんうん、だからね90点得点少ないのにね3位にいるってことはね、でチーム打率も最下位ですからね。だから一番取ってるとこって何点取ってるんでしたっけ？129点か、だから39点違うんですよ。そんな違うんだ。まあでもここはですね、はい、あの序盤がね低すぎて、うん、中盤から上げてきたけど、はい、足りないって感じ最初のねマイナスが激しい。そうです、だから多分ね、あのまだ1ヶ月なんで数字が伴ってきてないんですけど、はい、まあもうちょっとしたらね全体的に上がってくるかなっていう印象はありますね、はい、今の勢いのまま保っていけば。そう阪神ちょっとねエラー15個でちょっと多いからね、守備面もうちょっと頑張れば上に行けるよ、はい、まあ、昨年も多かったからね守備面頑張って。で4位 DeNA、はい、チーム防御率が 3.62 の2位、はい、でチーム打率が2割7分7厘の2位、うん、で盗塁が4個で6位の、ホームラン22本で4位で、チーム得点が103で4位、はい、だから頑張ってるのにチームが上がっていかないね。うーん、そうです。しかもちょっとここ最近連敗が、そうですね。で DeNA はエラー11個で、まあ、3位だから、まあ、そこまで多くないね、はい、DeNA はですね勝てる試合勝ちきってないところがあるのと、あとオースティンがいなくなったのでかい。確かにそうですね、オースティンが怪我でいなくなってからがちょっとこの、ね、オースティンいなくなってからドロドロドロってね、連敗街道来てるんで、はい、まあ、オースティンのねだから活躍が、まあ、オースティンの活躍が肝だったなっていうところと、うん、まあ、最近ちょっと長継ぎ陣がバタバタしてるっていうのがあって、はい、でもね平がゴッツ、そうですね、今平が素晴らしい、うん、いいピッチングしてね、勝ち負け、まあ、つかない時もありますけど、はい、ピッチング内容としてはね本当に素晴らしいピッチングできてますし、はい、まあ、打線でも梶谷佐野っていうところがねいい感じ、外もいいし、はい、ロペスがちょっと下がってきたけど手術がこっと上がっていくかなっていうねところは来てますけど、まあ、キャッチャーの伊藤がね言うこと聞かないから懲罰交代っていうのもね、なんかこうどこまで本当か分かんないですけど聞いた話によるとね、はい、あの新聞に載ってましたけど、あのそういったところもありながら、はい、あのまあ、頑張ってるけどこうなんかこうなんかこういう感じだね、うん、ほら
なんか勝ちきれなくてちょっとそこそこで勢い乗り切れないっていうところもあったりとか、はい、うん、なんかあのここ一番の采配とかでもうんって思うこともあったりと か、はい、だからそこが噛み合えばね、だからオースティンが早めに帰ってくるのもあと、うん、そうですね、うん、だからなんかうまく噛み合えば一気に浮くっていそうな、全然ある。だってもう最初のだって週刊ベースラインなんて梶谷さんのオースティン外みたいな、で戸柱が入っちゃって、もう、はい、ベイサーズばっかりだったんだよ、うん、最初、はい、それがここに来て下がってきてるってことは、まあね、宮崎も若干上がりつつもありますし、まあ、ちょっとね、不調のきっかけはね、週末見えたかなっていうところもあるんで、ここがね、打破できるかなっていうところはありますけどね、はい、チーム戦力としては上がりは十分あるんで、はい、そこら辺ですね。で次広島、はい、チーム防御率が 4.51 で4位、うん、チーム打率が2割8分9厘で1位、おー1位だ、で盗塁11で4、でホームランが24で2、うん、チーム得点が115の3位っていうところで、え結構なんか全体的には上位にいるじゃないですか。そうなんですよ、打つんですけど、はい、打線のつながりが悪いんですよ。あプツプツって切れて打ってるのにここ一本でいってなくて点取れないとか、はい、あと中継ぎ陣が崩壊してるんですよ、はい、チーム防御率だから中継ぎ陣が悪くしてるんですけど、はい、あのもうスコット、フランソ、うん、ね、中崎打ち込まれるっていうね、だからそこはまああの堀江とか、はい、一岡とかはいいんですけど、はい、でまああのね、手村投手もいい感じで、はい、あの仕上がってるんで、はい、そういったところでちょっと中継ぎの再編成さえうまくいけば上に行ける。だから堂林がグワッチ、いやちょっと半端ないですね、半端ない、もう月間 MVP クラスかっていうね、うん、ところはあるんで、はい、あと鈴木誠也もね、うん、頑張ってますし、はい、あとピレラがね若干ちょっと落ちてきてるところが、うん、まあ心配ですね。でもそこを西川を一番に置いてっていう活躍もありますし、はい、そういった面では若手の台頭も含めて、ね、うん、楽しみな選手たちも多いんで、はい、チームとしてはいい感じで回ってるんですけど、中継ぎがバッと、ね、だからそこだけが再編成できれば上がり目があるんでね、はい、まあこの1ヶ月ねちょっと苦しかったかなと。でまあ最下位が中日、はい、チーム防御率が 4.73 で6位、うん、チーム打率2割5分5厘で5位、盗塁5個で5位、ホームラン15本で最下位6位で、チーム得点93で5位ということでね、まああので、あのちなみにエラーが17個で一番多いっていう。そうなんですね。で広島もねエラー16個で5位ということで、はい、あのやっぱ全体的に見てもエラーが多いチームは下位にいますね。そうですね、だからやっぱりその得点も取れないのにエラーしたらそれは負けますよね。そうですね、だからまあどうしたドラゴンズって言いたい、はい、そんなんだったっけ俺は1位予想だよ。そうですよね、そうだ、えそんなチームじゃなかったと俺は思ったんだけど、俺が見る目がないのかドラゴンズがおかしすぎるのか、うん、どっちなんだいっていうね、あの客席にねありましたね、あの何だっけ、里崎の期待を裏切るなんて、ね、そんなんだ、そんなんだったっけな、俺そんなイメージじゃなかったのに、俺が思ってるドラゴンズと全然違うな今の戦い。何が違います、全部BGA の一人頑張ってるもんだ、全部高橋周平もいなくなってるし、はい、アルモンテは怪我するし、はい、怪我人バンバン出るし、岡田はうまく回らへんし、先発梅津に期待したらもう最近力みすぎて首ばっかり振ってたんも高いし、大野がいいピッチングしてんのに全然援護してくれないで勝てないし、大野投手が勝てないっていうのがちょっとね、援護全然してくれてないんですよ。バッ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 と、いやでもあのアリエル・マルティネス選手とか、そうそういうところはやっぱ見ててちょっとワクワクしたりするんで、うん、ワクワクだけで勝てないんだよ、はい、まあ、だからもうねこれが来週1ヶ月、はい、ドラゴンズにね、はい、グッド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 って言いたいですよね。そうですね、いい要素をもっと増やしていって、だからまあ、はい、ジャイアンツのねやっぱ成績から見ても強さがね際立って取るとこ取って、でエラーをしないっていうね、そのチーム力の高さ、はい、チームの層も厚くなって出た選手ね、増田も含めて若い選手も頑張るっていうところがね見えましたし、ヤクルトはね、はい、誰か一人じゃなくて総力戦で勝っていくっていうね、うん、でタイガースは前半苦しかったけど後半ね巻き返してきてここから上がり目にあるっていうところだし、はい、DeNA はねいいところあるんだけどそこがうまく回ってない、オースティンの怪我痛かったよ、うん、広島はね中継ぎ、ドラゴンズは全体的にもう一回あの考え直しましょうっていうね、はい、結果になりました。はい、まあ、でも今の評価がオランディスもどうなってるか、そうですね、ゴロッと変わるかもしれない、うん、1ヶ月後お楽しみに、はい。